皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。はい、イニシエの固定いきます。私がですね、まあ、初めて欄干に入った固定はちょっとまた違うんですけど、それとは別に、初めて欄干の、とあるね、壁をぶち抜いた1700っていうね、1700がすごいって言われた時期があったんですよ。そこの壁をぶち抜いた固定いきます。デビルトレント。この時からね、タイガを知ってる人はね、結構いると思うんですよ。で、この固定自体は実際に強いんですよ。なので今回これをやっていきます。で、お相手トーマンリーダー、まあ、トーマンめちゃくちゃ強いんですけど、あ、これいこうかな。ちょっと二次ヘッジはトーマンに強しじゃないんだけどね、トーマンに弱しなんだけど頑張ってもらおうか。でデビルがトーマンで2コスなんでね、結構即死入れてくれるんですよ。で即死がうまく機能すればカウンターが成立するというわけなので、でお相手これ足いるかな、怪しいらいいんだね。まだ怪しいね。ちょっとわかんねえわ。あ、いるね。オッケーオッケー。打たなくてよかった。で、問題はここ。まずデビルと横からチビピク。支援してあげよう。オッケー、ナイス。うん、上デビル行くか。即死は食らいたくないから、ちょっと。あ、オッケー。いいよいいよ。こっちが即死入れる分にはね、全然オッケーだからね。はい、とりあえず森友。森友して、あんまね置きたくないんだけど、チビピクも置きましょう。あ、もうチビピク置いたんだけど上やられちゃうね。まだしょうがないとして、ああやられてもらって、で前来てもらって、さあ森作りで反応して、これ前来てくれるでしょ。 OKOK、 このまま来てもらおうか。でチビピク行って、あ、ミノはねまずいキャラ来てるね。それだいぶまずいキャラだわ、ミノは。これちょっとね、こう削ってもらって、これね、きついんだよね、ミノ。苦手すぎるんだよね。相性悪いんだよね。これヘッジでいくわ。ヘッジの殴り結構火力高いんで、これ倒してもらおう。これ倒さなきゃ負け。はい、バイク行く。で、だいぶ削られちゃった。だいぶ削られちゃってる。で、これ即死も入りやすいんで、入りやすくはないか。まあ、普通に入るんで。あー、しかもやべえキャラいんな、これ。ヘッジがね、どこまでやれるか。あー、偉い。マジで偉い、そこ。そこまで削ってんの。そこまで削ってもガチ偉い。さあ、ここはぶち抜かれると思うんですけど、ここデビルデビルでいって。うわ、上が突破されてる。うわ、しかも下も突破されてる。何？デビルどこ行った？いや、これはね、止められるとは思うんだけど、勝ちがない。絶対的に。はい、なんとか上とこのね第一通りで守り続けて抑えましょう。はい、まあ判定ですね。まあ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 って感じ。デビルは悪くなかったね。ただね、ちょっとね、相手のね、相手のデビルが少し重かったわ。倒せるキャラがいなかったんだ。はい、シュワシュワなんで多分ユキンコかな。でデビルユキンコにボコられちゃうから、どうしようか。どうしましょうね。倒せるキャラ引かなきゃいけないな。カエルとか引ければめちゃめちゃ熱いんだけど、まあ、あと足だね。足いないと正直前に行けない、先に行けない。あ、もう行きますか。ちょっと迎撃ないのも怖いけど。で、裏技剣士じゃないのに太っちょだけど。でも行きましょう。ユキンコには、まあ、ノームと、森友で頑張ってもらうしかないのかな。ちょっと辛いね。足ないこと祈りたいけど。あるね。これワンチャンね、バサカが大暴走して第1トルデに来る可能性があるんで、2体行きましょう。こうやってね。これ取られることあるんですよ。危ないでしょ。はい、もうデビルダブルでいっちゃいます。まさか頑張るね。だいぶ削られちゃったな。さあ、ユキンコ。これがね、本物かどうかがわかんないんだよね。さあ、プリンセスはね、即死入りづらい。かなりめんどくさい。さあ、一応、太っちょのこのおやつ拾います。どうせ剣士で見るぐらいだったらおやつ拾った方がいいよねと。いった感じですね。
はいはいはい、このブルーでいきましょうか。それでワンパンなんでそこだけ注意してもらいたいところ。さあここね、押さえてあげてしっかりと、カゴ強っ。これ突き上げてさ、ユキンコで破壊されるの強すぎなんだよな、マジで。足ちゃんと2枠引いてるしな。さあここ問題はこの後、まあここは倒せる。おやつ出してくれないでいこう。うわ、つんよ。はい、ここは抑えれるじゃん。問題この後、ここ一回森友置こうか。ここね、怖えんだよね、ここ。ここデビル置こう、置かなきゃダメ。下はブルード。いや、ユウスケ置きたくないんだけど、置かなきゃいけないんだよな、これ。ほい。本当は置きたくない。本当は置きたくないよ。あ、取られちゃった。負けはないと思う、時間的に。おお、はいはい、こう押さえて、もうこもりともするか。危ないしな。はい、というわけでなんとか抑えられてるんで、まあ判定ですね。ちょね、ユキンコの突破が不可能でした、手札的に。どうしようもなかった、これは。まあ、イニシエの固定ね。近距離は強いんですよ。ただね、遠距離とね、砦裏には弱い。はい、それでは続きます。ちょっとね、カエル剣士を優先枠にぶち込んできました。まあ、この固定で今やるならばってとこなんですけど、まあ、砦裏キャラが重い。純粋に。砦裏は重い。なので、カエル剣士を、優先枠。引けるかどうかは別として。で、お相手は普通にトーマンですね。強いんだよな。足欲しいんだよな。まあ、もうちょいマスカまでシャッフルできるし。足とね、トーマン見れるキャラが欲しいんですよね、2個が。両方欲しい。いやー、これやばいか。大型来いよ。大型は来た。ただ、トーマンが見れん。キメラ、トーマンに狩られるよね。剣士1のバサカ2で、バサカ下から行こうかな。まあ、トーマンは何度かデビルで頑張ってもらうしかないかな。で、こっちが、まあ、開幕バサカ切るんで、こっちがバサカを残して最終的にトーマンで破壊できたら、結構熱いかも。大砲撃ちましょう。ここはね、もうね、即死を狙っていきたいんで、ここからデビルいきます。ああ、入んなかった、即死。ここ即死入るとね、美味しいんだよね。どうやっちゃった？あ、でも、あそこ倒したね。オッケーオッケー。パワード、取ったね、砦自体は。ひとまず取ったからよし。ここも倒してる。OK。さあ、ここもね。お前、バカか。剣士くん。これ、アシュがいるんで、ちょっとね、一回譲りましょう。で、ダメージ入ってるね。ラッキーラッキー。どっちから行くかだな。これ、キメラから行きてえな。でもね、キメラから行ってもしね、裏がサンドラだったら終わりなんだよね。そこがマジできつい。まあ、とりあえずいきますか、してますね。ひとまずとりあえずいく。で、ここ後ろね、ちょっと引っ張ってからできる。じゃないと、行かず、稲妻じゃない、イカズチ入っちゃうんで。イカズチが入らないように、射程を使ってあげる。大事。はい、このノックバックも相まって、支援できてる。オッケーオッケー、いいよ。で、ここね、早とちりしないように、ここですぐに行ってしまうと、アシュラに駆られてしまうんで、ここはしっかり流しましょう。ここは、危ね、間違えた。これ入っちゃったダメージ。まあいいか。キャラ残ってるからいいっしょ。時間もあるっしょ。白前キャラいないし。はい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 。流せるキャラ流しましょうか。どうかな、いけるかな、いけると思うけどな、さすがに。キメラいるでしょ。はい。トレントも残ってる。さあ、ここドラケン君、これ下ライン攻めましょうか。よいしょ、よいしょ。トン、トン、トン、いいよ。これちょっとまずいか、大丈夫か。あ、いけるか。超えたかね。オッケーオッケー、危ない危ない。ちょっと危なかった。ちょっと危なかった。
ブルドラの攻撃一発出ちゃった。ブルドラめっちゃ削るよね。1回でこれだもんね。パードが間に合ってなかった。危ない危ない。というわけで点差ですね。ありがとうございます。ね、美味しい。やっとやっと同じぐらい持ってんだけど、ずっと一桁だったからさ、やっと同じぐらい持ってる。これを受けましょうか。で、サンドラではないな。ゼウスかな、裏。裏ゼウスか、裏なしか。って感じだよね。まあ、さすがに裏トレントって思うのかな、ちょっとわかんないけど。まあ、森は友達使ってるから裏トレントって思うでしょ。で、ゼウスかどうかもわかんないんだよね。まあ、遠距離大技が来る可能性がある。まあ、とりあえず足が欲しいな。今のは何とも言えなかった。足2枠はいらん。大技2本は欲しい。行きましょうか。遠距離大型が来ちゃうとちょっと困る。で、トレンドとレドラを引いてるとき、これね、すごい大事なんですけど、今までね、もう何年もこのゲームをやってきて、トレンドレドラをやってるときの勝率の話なんですけど、レドラから切ると負ける。レドラから切ると負けることが多い。そんな感じでした。絶対に負けるわけじゃないんだけど、それが、まあ、負けることが多かった。ので、はいはいはい。これデビューでいきましょう。しっかりと。相性いいからね。早く行ってほしいな、これマミー。オッケーオッケー。いいよ。はい、そこを倒してもらって、即死。あ、ブルードかもしんないな、裏もしかしたら。わかんないけど。ここデビルで行こうか。もう倒しに行こう。あ、でもこれ太さじゃん、もう。即死は入りやすいんだけど、普通に痛いからね。やつのダメージね。火力すげえから。はい、マミーって。デビル流すか。これ以上はデビル使いたくないんだよね。ここ悟空でいきます。取ったね。圧がすごかったのかな。マミーすごい嫌そうだったね。で、悟空がちょっと削られちゃってるのよくないんだけど、呪ってくれたんで、まあよしとしましょうか。シマリスも合わせてこれ倒しに行きたいなと。あ、倒せない。そこスキルね。オッケーオッケーいいよ。ここ森友しますか。ちょっとここにキャラ使いたくないっすね。ここはデビル使おう。これ回復入るし。いいよ。即死は入ってないけど、まあこれ森友で多分やれると思うんで、やつはね。あ、ゼウスっぽいな、これ裏。もしかしたらだけど。はい、トレント、森友。さあ問題はここから。なんとかして倒したいんだけど、倒せるかい？そこは倒せる。後ろは多分大丈夫。ああ、なんか、サイクロプスマジで。サイクロ本当に弱くない？マジでさ、前にさ、俺がサイクロ使ってさ、全然スキルじゃなくて負けた時もあったけどさ、サイクロ本当に弱いと思うんだよね。強化されてビームの火力上がりました。だから何って感じだよね。運営さん、主役だよ、主役。もうちょっと強くしてあげてもいいんじゃない？レドラずっと安定してんのにさ、サイクロプスずっと弱いよ。はい、それではラスト行きましょう、ラスト。デビルを流すか、どうするかって思ったら、まさかのお相手魔導系です。魔導なんで、まあ、デビルは通らないんで、ちゃんと魔導を倒せるキャラが欲しい。足も欲しいけど、魔導を倒せるキャラ引かないと、私のデビルが何もできずにやられてしまう。それは良くない。行きましょうか。虹カマキですね。第一に剣士3、第二にデビル出して、下側かな、こうだね。これ第二取りで削る役割、そして流れてもらう。死ぬ前に一体魔導を使わせたい。それはね、聞いてない。そして取られちゃう。まあ、しょうがない。うわ、しかしっかりスキル打ってくれ。強いな。はい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 。森友しましょうか。まあ、こういう時にね、森友で
ゆっくりとコスト使わずに守れるのもいいところなんだけど、この使い方だけならば、まあ、ぶっちゃけね、あれでもできるよね。なんだっけ、名前が出てこないわ。あの、オーク。はい。頑張れ、トレントさん。トレントさん、頑張れ。なんか全然違うところ殴ってんだけど、こいつ。何やってるだ？まあ、とりあえず倒しはしてくれたね。はい。倒しはしてくれた。で、これ窓キーか、ね、勝ててくる可能性があるんで、この窓キーをカットしましょう。しっかりと。で、問題ここだね。さあ、ガガガガガガガ、まあ、殴ってくれてはいる。一応しっかり壁張ってあげて、倒したね。オッケーオッケー。なんだ今、即死入ったもしかして。まあ、どっちにしてもゴリがやってくれるんで大丈夫。で、こっから、だね。時間もちょっと考慮しつつ、キャラを流していきましょうか。まあ多分第2は守れないんで、お相手。さすがにライン下げると思うんですよ。むしろ第3に行ってるからね、先。で、あっち行くじゃん。OK、取ったよ。で、このラビットもきついでしょと。かてえな。さあ、魔導が来る。獣剣士じゃない方かな。さあ、これは行きましょう。カマキリ流そうと思う。スライムに行ってほしくないんだけど、いや、これ止めんのやめないで。飛ぶ、掴む、うさぎ出す、取り手が欲しいよ。いけるか、俺これいけると思ったんだけど、てかむしろ俺干渉かと思ったら、あと いけたね、危ねえ。全然干渉いけると思ったら、守るの上手くて、守られたわ、だいぶ。というわけで、点差ですね。ありがとうございます。虹カマキリ引いたけど、めっちゃ守るの上手かったね。てか虹カマキリさ、コスト高い順じゃではなく、獣剣士ではなく、スライムに飛んでったな。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。デビルでございました。デビルトレントですね。で、まあ、デビル自体はすごい強いんですけど、まあ、このキャラね、やっぱね、リーダーも悪くはないんだけど、裏で引いた時の、バッチありの破壊力がやばいんですよ。できればそっちの方がいい。できればね。はい。なので、優先枠にして、裏でデビルを引く方が、個人的には強いと思ってます。ただね、今回のね、メインはね、デビルトレンドっていう固定。はい。これをやってたよっていう話。これでランカーに入って、ランカー上位入ったんだよっていう話ですね。しかも初期の頃ですね。はい。まあ、スタートして1、2年目ぐらいかな。1年目じゃない。2年目ぐらいか。ちょっと覚えてないんですけど。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。